そうですよ。だからこあれが6月。それが5月ですか？これが6月やね。で、その頃、結構僕ら、この頃に見てたのがね、留学チャンネル結構見てましたよね。あー、留学チャンネルね。見てた、見てた。よかった、楽しかった。森戸がなんか発売としたりとかしてさ。そうね。そうよかったね。あれよかった、やっぱり。森戸と中島が、2人で踊るのがよかったよ。そうそうそう。でもね、最近やっぱ中島さんだけ残って頑張ってはるじゃないですか。うん、あ、もう中島だけになってから全然見てない。うん、俺もあんま見てない。見てくださいよ。全然見てない。もうすごいよ。今どうなってんの？ニュージーランドで、あのね、もうね、ニュージーランドがニュージーランド愛がすごくて、うん、もうすごい。私ここにいるのが最高で、もう日本になんか帰国するみたいやねんけど。いや、もうすぐ帰ってくるでしょ、確か。そうそうそう、そう。俺見たよ。年末の振り返りやつ。一時帰国くらいなんでしょ。うん、で、また。うん、ニュージーランドに戻るみたいやけど。まだ行くんか。そう、なんかすごいもう、お前彼氏できたんちゃうんかい、そっちで、みたいな感じの。え？もうとにかく。マジ？そんなにか。あ、そうな？そんな感じな。なんかすごいニュージーランド、ニュージーランド褒めがすごいのよ、ニュージーランド褒めが。あ、それは男できてるな。楽しい楽しい言うてたよ。今年を振り返るやつで。あ、ついにかっていう、うんうん、やっぱり。それはちょっと、白人の何を何してるんじゃないか、中島も弟。何しか言ってない。してるやろうけどさ、そりゃ。してるんちゃうか、中島も。これ楽しいな。そんなしとるやろうけど。これ今一番楽しい時やで、そりゃもう。いや、なんかね、すごいね、いい感じ。うん、いい感じのね、うん、本当に。うん。あれが出てましたよ。そうですか。よかったね。中島さん。へぇ、なるほどね。うん。なるほど、ね。羨ましな。いや、よかったと思う。うん。で、ちいちゃんは帰ってきてね。なんかイベントとかやって。そうやね。なんかやっとった。山のホールでイベント、帰国報告会やってはったから。うん。やってた。まあなんかあの時のその留学チャンネル、の初期のあのちいちゃんのすごいいい感じを見てる僕にしてみれば、もうなんか本当に残念でならないですよね、最近のちいちゃんの活動っぷりが。なんで？あ、逆に？なんで？なんで？なんで？いや、なんか結局 M ライン界隈でうじゃうじゃしてるだけじゃないですか。まあその感じは出てるよ。出てるやん。な、あ、そうかーってなるよね。やっぱこの間もなんか、お関とさ、一緒にさ、60トライブとか出ててさ、なんかやっぱ、カントリーガールズ大好きな、まだそんな人からしてみればさ、いやいや、そりゃ、ハロプロでろ、ハロプロ。いやいや、そりゃ一応聞くやろ、そんな。あ、そう。愛があるやろ、お関とね。森と出ててね、やっぱ、あ、これ、ひょっとして、ただいまラジオ放送中じゃないのって思わせるぐらいの、黄金期。やっぱノスタルジーがあるわけよ、ノスタルジーが。うん、カントリー黄金期やんかいな。でも、そう、でもさ、もうこのノスタルジー味わってるってちょっと、ダメなんじゃないのかなってすごい思って聞いてて。うん、いや、それはそうなのよ。でしょ？夢ないじゃない、夢が全然。なんか、いらんかったんよ、そんなノスタルジー。そう。感じたくなかった、そんなこと。そう。いや、だから、イベントの、山のホールのやつもね、僕も動画で見ただけなんで、あんま下手なことも言えないですけど、うん、せっかく留学してきたっつって帰ってきたんやから、冒頭10分ぐらい英語で喋ってくれんのか思ったら、司会のやつに、ちょっと喋ってくださいよって振られても、いやいやいや、いやもうそんな全然ニヤニヤみたいな感じでさ、喋らないし。喋ってましたよ、ちょっと。喋ってましたよ、ちょっと。緊張してました。いや、ちょっとやんか、ポムチューぐらいや、あんな。まあね、ポムチューとかあらへんやん。ポムチューレベルやったけど。桃姫、桃姫だった？うん。うん、なんか、もっと圧倒されるのが見て、だからそれこそさ、中曽根理論みたいにさ、うん、大事なとこ全部英語で言う感じが欲しいわけやん、こっちは。確かに。うん、っていうかもう野中ぐらいはせめてやってくれよっていうね。あ、そうそうそう。せめては。そう。
おいえ、つってね。いや、あれはプロレスいらんのよ。もっとこう、わーって言う喋るやつあるやん、ようやつで。うん。かしましの途中とかでやるやつ。うん、あるね。まあ、無理でしょ。だって、実質1年も行ってへんやろ。無理だよ、そんな。喋られへんよ。英語なんかも。まだか。1年でやっと。準備しとけよって気はするけどな。やっとなんとなく聞き取れるレベルやから、1年は。でもさ、でもそう、それはもちろんその現実的にはそうかもしれへんけど、あんなイベント打って帰ってきますってやったらさ、うん、そりゃその演出としてガーッとこう頑張ってくれんと、うん、そんなん別にほんまに綺麗流暢に喋れとは思ってないんやから、うん、それやのになんかいつものあのグダグダな感じっていうか、ただのファンクラブイベントを、ファンクラブイベントみたいな感じで、やられても、うん、まあ一文ぐらい用意するべきでしたよね。ちょっとだけでもね。ちゃんと英語で喋るっていうシーンよね。そうですよ、うん。なんであんな別に普通にファンバースデーイベントみたいなのと変わらへんのを、やる。うん、もう、なんか。報告会って何やったんですかね。M ライン。コメント欄で言ってますよ。ブラウンシュガーさんが。最近の森とも女感が出まくってるって言ってますよ。出まくってる、確かに、その、うん、女感はすごい出てますよ。顔は経験をしてきたんだな、森友。顔でかなったもんな。うん。そう、そうね。そう、ね。飯もうまいんだろう。ちょっとね。あ、うん、あの、寿司さんが、なんか、寿司さんが卒婚1日目でも、道重福村に英語で話してって言われて、そう、エキサイティングしか言ってなかったです。マジか。ダメだ、もう。マジだ、それ。最悪やな。ダメだとか出とるわ。ダメだ。ちーちゃんあかんな。ちょっともう緩んでるわ。そうよ。みんな。ちーちゃんはやっぱ。こんなん聞かれるの分かってんねんから用意しとけよ。やっぱ焼き鳥屋でバイトしてたんがピークやったな。いや、そうなの。ちーちゃんは。ピークやった。あれピークやった。うん、もうまあ、ようよう考えたら森となんか、鼻から出来るやつじゃなかったような気もするんだが。もう留学から帰ってきたらちょっとちゃう一面見たいやん。そうやって見せろや。いや見たい。見たいし、そう。なんか、その、それ、なんかね、なんなんでしょうね。その、期待を超えないじゃないですか。その、うん、留学行って帰ってきました。うん、っていうか、留学チャンネルでやってる時の森とはすごい楽しそう。そうで、それこそ、うん、まあ、女もすごい出てたし、うん、なんかこっちの期待を超えさせてくれてたでしょ、うん、あのチャンネルの中では。うん、だあの感じを、さらにこう帰ってきたんやったら、さらにこう、バージョンアップじゃないけど、うん、そういうとこが見たいのに。よかったねって思わさなあかんのよ。そうそうそう。やのに帰ってきたったら、あ、いつものちいちゃんってなるだけやから。いや、いつものやつ出すなっていう。ああ。そんなもんは。そうなの。それなんですよ。なるほどね。うん。ちょっとね。割れてますね、割れが。出てましたね。残念です。返す返すも残念です。はい、本当に。まあちょっとあの、残念な話が続きますけど、その頃あの、はい。U プラスが、あの、解散するっていう情報が飛び交いましてですね。ああ、あったな。解散ライブやりますよ、言うてんのに、その直前にもう一人辞めるっていう、すごいことが起きましたけども。最初は二人になってたっていう恐ろしい事件。何なんでしょう、ね。結局、尾形春菜が行ったらよかったな。行ったらよかったよね、あれ。行ったらよかった。その前が終わっとったけど。悲しい出来事が多かったですね。うん。多かった。いやあった、ね、いい、そんなあったな。うん。U プラス。まぁ、あ、ちょっとパパパって。春ネーション TV 始まるからさ。いやいや、ええねん、それは。いや、パパパって。
しょう。ああ、もう大好き。うわあ。ありがとうございます。